この前、ハラちゃんとゆずのライブ2人大丈夫、そこだけユニバースのハラちゃんと、わかるよ、わかるよ、ハラちゃんとな、あのライブ行ったらめっちゃおもろいで。何あのな、例えば、ゆずが、盛り上がってますかみたいな言ったら、みんなイエーイやけど、ハラちゃんもずっとイエーイって言って、ずっとギャグやってみたいえ、気づかれた周りに。いや、めっちゃ気づかれてるよ。そうなんや。で、ハラちゃん有名らしいね。ユズファンとしてね。ユズのファンで、ユズの、なんか、あれ、なんかそのファンクラブの会員だけに届く、あ、はい、開放ね、その雑誌みたいなのがあって、それにハラちゃん載ってんて。おお、すごいよ。そのユズの友人が気になる、今、芸人みたいなので、すごいやん。なんかその詐欺メイクのすごい芸人がいるみたいで、だからもうハラちゃんそれがもう嬉しくて、いや、めっちゃ嬉しいよ、そんな。で、なんかその VTR の中で、まあ、友人が軽くちょっとひょっこりはん的な、まあまあね、ひょっこりはんみたいな時に、ね、ハラちゃん、ええやんちょっとぐらい他の芸人いじっても、いや、やってほしかったです。その真似、その真似やめてくれ。やるか、やっても分からんしな、多分。そやな、そやな。いや、でもそれすごい解放に乗ったんやん、すごいやん。すごいんやろな、それ。いや、すごいと思うよ。だからめっちゃ言うたら、あ、やっぱ原さん来ると思ってましたみたいな。あ、そうなんや。めっちゃみんなに顔さしてたわ。いや、でも原ちゃん、ほんまにその男性として北川悠仁さんが一番好きなんやって。あ、そうなんや。もう一目惚れやったらしいね。あ、そう。そう。だからほんまに熱で発覚した時に、ほんまにちゃんと泣いたって言ったもん。なんでやろ失恋と同じですからって。いや、ピュアですからね、花ちゃん。